はいどうも、高野元就です。この動画で函館記念ですね、こちらの方の注目馬やっていきたいと思っております。このレース毎年のように大波乱みたいな、そんな一戦なんですけれどもね、この動画が、ね、参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは新たですね、こちらの馬なんですけれども、前走ともえ賞、こちらに出走して金量58キロ、結構ね重たかったと思うんですけれども、それでも勝利を収めた、そんな一戦でした。まさに完勝みたいなね、そんなようなところが言える一戦だったんですけれども、前走が、まあ、この馬にとってすごく相性のいい休み明けローテ、結構オープンクラスでいうとね、それこそ重賞レースだったも、重賞の福島記念とか、それもそうだったと思うんですけれども、休み明けがねこの馬かなり得意という、そんなところもありました。で、これに関しては週中のデータ分析でもねお伝えをさせていただいたんですが、この過去10年の函館記念におきまして、前走トモエ賞2着内馬、まあ、特に勝ち馬というところに限定しても0008ということで、勝ち馬が1頭も来ていないという、そんな過去10年のデータもありました。まあ、前走休み明けで構想した、この反動とかもね多少心配になるという、そんなところもありますので、まあ、現状としてはこれぐらいの評価となっております。はい、続いてアルナシームですね。こちらの馬なんですけれども、前走3勝クラス、こちら参戦して逃げ切り勝ちという、ちょっとこの馬にとって新しい、そんなね、新境地を見せた、そんな一戦でした。まあ、これまでの構想を見るとね、前走みたいな上がりの速い、そんな阪神芝外回りが合ってるというね、そんな印象はあるんですけれども、果たして今回の、函館の芝がどうなるか、ちょっとよく最近の成績だけで見ると、はっきり言って合わないような印象を受けてしまうんですが、このまま遡っていきますとね、新馬戦が、この函館の芝レースで、上がり3波の最速まくり差しという、そんな、勝ち方でもありました。だといって、この馬についてすごくね、強調したいところがありまして、この夏競馬への適性。まあ、前走6月だったんですけれども、こちらのね、パフォーマンスに関しても、僕の中で6月でも夏競馬みたいな、そんな区分としてカウントしておりますので、この6月から8月、そういった季節に関しては、この馬3戦3勝負け知らず、まあ、いかにこの馬の暑さ適性が強いかというね、そんなところを示すデータだと考えております。まあ、夏競馬って本当夏馬を狙うのが大きなセオリーというね、そんなところになっておりますし、これまでのね、夏競馬の重賞でも、結構夏に適性のあるそんな馬が激走を果たしてきました。で、今回のメンバーで言いますと、この馬の夏競馬適性がね、暑い時期適性が完璧に高いという、僕そんな印象を受けておりますので、このメンバーでもノーマークにはできない、そう考えております。はい、続いてはスカーフェイスを取り上げます。こちらの馬なんですけれども、今年ね重賞いくつか使われてきたんですけれども、いずれも掲示板外ということで、まあ、年齢的にもねちょっとピークアウトの、そんなところを感じさせてしまっているんですけれども、この馬、右回りの芝重賞、右回りの芝 2000m 重賞ですね、この舞台に関して言いますと、7回使われて5回で上がり3波の3位以内、まあ、要するに小回りの右回りの 2000m においてはコンスタントにいい足を使えるという、そんなデータがありました。で、まあ、つまりね、そういったところを考えていきますと、つまり展開増しという、そういった側面はね、どうしても否めない一頭ではあるんですけれども、今年に関して言うと、まあ、トモエ賞で上位に入った馬たちに加えまして、前走宝塚記念に逃げる競馬をした、そんなユニコーンライン4も参戦を果たします。まあ、当然、想定通りで言うとね、先通過で言って結構60秒切るような、そんなハイペースが濃厚となっていますので、昨年の3着の再現、まあ、どうせこの馬後ろから行ってね、前が止まるかどうか、それだけだと思うんですけれども、であればね、全然3着とか、そういったゾーンにも再度食い込んでもおかしくない、僕はそう考えております。はい、続いて、胴舟を取り上げます。こちらの馬なんですが、前走、トモエ賞。こちら、芝 1800m 戦に参戦をして、4角先頭の、そんな強気を競馬したんですけれど、まあ、惜しくも2着という結果でした。当時、開幕週の、まあ、トモエ賞ということだったんですけれども、そういった前残りの馬場コンディション、そういったところもね、この馬にとって味方をした、そしてそれを生かしきった安城のファインプレー、僕はそう考えております。ただ、今回なんですけれども、開催終盤、最終日がね、そういったところでの函館記念ということで、しかも距離が 2000m の、距離延長という形になっております。で、これはですね、この馬ですね、これまで3勝クラス以上の、そんなところに多数出走はしていたんですけれども、まあ、連続開催もね、含んでしまうんですけれども、そういった3勝クラス以上での構想というのがね、すべて開催前半という、そんなようなところがありまして、記憶に新しいところではね、中山記念の構想なんかも開幕週の馬場を利した、そんな逃げでの構想でもありました。そういった僕のこの馬の特徴を考えたときに、果たして今回の舞台がプラスに働くかどうか、僕はもうマイナス一択だと、そのように考えております。まあ、今回おそらく人気の、ね、一角には入ってくると思うんですけれども、前走の競馬で勝ち切ることができなかった。で、前走からのマイナスの反動がちょっと今回は大きすぎる。そういった部分考えますとね、今回は僕の中でバッサリ切りたいようなね、そんな一頭だと捉えております。はい、続いては早やっこを取り上げます。こちらの馬が去年のね、このレースを勝ったという、そんな一頭です。
当時の勝ち時計が2分3秒6、これとんでもなく遅いというね、そんな勝ち時計でして、アガリザンハロンも37秒8、まあそれを生んだ背景にはですね、当時がかなりの極悪馬場で、それこそ直近までダートでの好走力があったこの馬、これに対してねすごく味方をした、僕はそんな印象を受けました。なので、それ以降も全くね馬券圏内に入っていない、まあこれは当然だと思います。そりゃそうだよねというしか言いようがないんですけれども、馬券圏内こそ入ってはいないんですが、決して見せ場がなかったわけではない、ここも一つ強調をさせてください。例えば4走前の中日新聞杯、こちらの方がですね、上がりサンハロンもそれなりに使っておりまして、走波時計も1分59秒台で、勝ち馬とは0秒1ですかね、それぐらいの差だったということで、全然なんか芝に変わってからさらに奥深さが増したようなね、そんな印象すら伺えます。で、今回は昨年勝ったという舞台でもありますし、舞台適正、規定適正、いずれも申し分ありません。やっぱこの条件だったらね、早っこをノーマークにするわけにはいかない。僕はそう考えております。はい、次ではブローザホーンですね。こちらの馬なんですけれども、2勝クラスと3勝クラス、いずれも連勝という形でこの舞台に参戦を出しました。で、この馬なんですけれども、2走前が中山の長距離戦で4角先頭での勝利。で、前走は初の関西圏だったんですけれども、こちらの方がね、まあ道中控えるというか、そんな形にあって不良馬場という特殊馬場だったんですが、5馬身差の圧勝ということで、この馬使われるたびにね、自分の色を変えながらスケールアップを果たしているという、そんな印象すら漂うようなレースぶりでした。で、今回の舞台は函館に変わるわけなんですけれども、函館のこの舞台に関して言いますと、まあ、昨年、未勝利戦を勝ち上がっておりまして、数字で言うと1010馬券圏外なし。で、その中にはですね、この馬の過去のパフォーマンスで言いますと、ややもかる不良馬場、そういった時計のかかる馬場コンディションで3勝ということで、今回、行われる洋芝居の適性もね、もちろん間接的に示していて、しかも、今週末の日曜の函館というのが、もしかしたらね、雨が降ってまたしてもぐちゃぐちゃな馬場になる可能性があるという、そんな状況を踏まえた時にね、今回昇級初戦という、そんな立ち位置ではあるんですけれども、条件としては願ってもないと、僕はそのように感じた一頭と捉えております。はい、続いてはマイネルウィルトスを取り上げます。こちらの馬なんですけれども、昨年もこのレースに参戦を果たして2着というそんな結果でした。当時スタートした直後はこれ終わったなみたいな、そんなような感じだったんですけれども、道中16番手で、だったんですけれども、そこから10番手、3番手というふうにまくり出して、一気にポジションを上げての連帯でした。まあ、かなり強引なまくり出しではあったんですけれども、当時がそういったスタミナが要求される馬場コンディション、まあ、この馬自身ねスタミナは申し分ないということで、目黒記念2着とか、そういったようなところがありましたので、まあ現状としてはね、そういったまくる競馬が合っているのかなというそんな印象です。ただ今回に関しては1年ぶりの休み明けということになりまして、果たしてそれがどうなるか、まあ良くはないですよね。当然良くはないというところではあるんですけれども、今年も去年みたいにそういった渋った馬場コンディションになる可能性がある。ここはね、一つこの馬にとって強調材料ですかね。まあ過去の戦績が示す通りの極悪馬場校舎みたいな、道ある校舎みたいな戦績でもありますので、やっぱそういった馬場コンディションだったらね、何らかの収支は必要なのではないでしょうか。はい、続いてはルビーカサブランカを取り上げます。こちらの馬なんですが、前走が休み明けの相馬衣装だったんですけれども、こちらの方が5着という結果でした。まあ、当時、上位馬がみんな先行したというところで、内枠だったりですとか先行した馬、道中でいうとね、4番手以内をキープした、そういった馬が上位3頭を占めたわけなんですけれども、まあ、そういった状況を考えるとね、決して悲観する内容ではない、僕はそう考えております。それを裏付けるもう一つのデータがありまして、こちらの馬はですね、叩き2戦目の成績、こちらの方が2100連帯率 100%、その中にはボバ混合のチャレンジカップとかね、そういったようなレースも含まれておりますので、まあ、陣営としてもここを狙いすました、そんな状況だと考えております。で、さらにこの馬、函館芝の成績がですね、勝ちきりでこそいないんですけれども、0221ということで5回走って4回馬券圏内、そういった生粋の洋芝校舎でもありますし、そういった部分もね、また一つ上積み材料として捉えております。今回はおそらく人気の盲点というか、友井賞組がね、基本的には人気上位かなというそんな印象ではあるんですが、前走友井賞組からの巻き返し、それを期待するんだったらね、僕はこの馬に一択だと考えております。はい、続いてはローシャムパークを取り上げます。こちらの馬なんですが、前走紫賞、まあ3走2走前がねちょっと馬券圏外だったんですが、そこで立て直しを図って、前走東京 1800m で鮮やかな変わり身を見せることができました。まあ、当時、まあ結構高速馬場というか、上がりサンハロン33秒台、つまり今回の洋芝もしかしたら道ある想定、ちょっとねこの馬にとってプラスじゃないんじゃないかと、思われるかもしれないんですけれども、この馬に関して言いますとね、3歳の春で、
開催最終週の中山芝、しかも八重山という、そんな時計丸がかりみたいな、そんなような、条件におきまして七橋伊佐の圧勝という、そんなところがありましたので、まあ道春がダメとは僕全く思いません。やっぱそれに近い適性を示したのは確かではありますので、まあ、2走前はまた別の範囲があったのかなというそんなところですかね。でこの馬に関して言いますと、先ほど申し上げました、そういった馬場適性もそうなんですが、セントライト記念3着であること、これかなり僕は価値が高いと捉えておりまして、当時勝ったガイアフォースというのが、まあ、今年の春に結構重賞でも前線をしていて、2着だったアスクビクターモアは菊花賞を制しました。で、記憶に新しいところでセイウハーですが、4着だったんですが、こちらの方が先週七夕賞を勝ったという、かなりの出世レース、 ラグルフなんかもね後に重賞を勝ったという、かなりの出世レースということで、そこに3着だったこと、これはかなりの価値が高いと考えております。まあ、今回重賞というメンバー、しかも行司馬初めて、そこの不安定はね多少はあるはあるんですけれども、この馬が持っているポテンシャルを考えたら、全然重賞の舞台でも通用の可能性あり、僕はそう捉えております。最後に取り上げるのがローゼライトですね。こちらの馬なんですが、前走6番人気というちょっとね低評価というそんな状況だったんですけれども、勝利を収めたというそんな一頭となっております。まあ、当時のね、上位馬がみんな4番人気がということで、果たしてレースレーベル、ちょっとどうなのかなという、そこの懸念は確かにあるんですけれども、今回に関してはね、先ほどから散々僕が申し上げております、馬場適性ですね。そういったところに関して少し評価必要なのかなという、そんな印象を受けました。この馬、八重山の成績がですね、2021ということで、5回走って4回馬券圏内。そういった、異常な道ある適性を持っているという一頭でして、やっぱこの時期のね夏競馬で言いますと、直近の構想歴がある牝馬、まあこれ先週ちょっとね鳳凰エミーズ僕軽視してしまったというところがあったんですけれども、そういったところがまあ2走、例えばそういった夏に近いような季節で構想していたんですが、フロックしされて、再度構想してしまう、このパターンやっぱね先週学んだところでもありますので、そこはやっぱ見逃してはいけないのかなというそんなところですかね。まあ、仮に週末の函館が、すごく晴れてしまったとか、完全な両馬場とかなっちゃったら話は変わってきてしまうんですけれども、この馬自身がやっぱ1400、この距離で、適性が非常に高いこと、4勝ですかね、上げているところもありますので、まあ、そういった部分考えて、やっぱある程度の、ね、印は必要かなというようなそんなところとなりました。はい、以上で函館記念の注目馬は終了となります。今年の一戦なんですけれども、またしてもねちょっと天候がどうなのかというそんなところがありますので、まあ、そういった馬場コンディションに対する適性ですとかね、そういったあたりも考慮したそんな注目馬たちとなっております。この動画が参考になったらぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。